皆様、今回も動画のご視聴誠にありがとうございます。シロピー旅行部です。今回は羽田空港からアナ377便に乗って根室中標津空港まで行った車窓動画をお送りいたします。よろしくお願いいたします。今回の旅の目的地は屈斜路港、摩周港といった有名どころが、そうなんですけど、本当はですね、野付半島に行きたくて急遽この旅を企画いたしました。飛行機はプッシュバックを始めて動き始めました。ところどころですね、4倍速でお送りしておりますが、ご了承ください。空飛んでいると、特に雲かかっていると何が何やらよくわからないんですけども、こういった空港のね、ターミナルからプッシュバックで出て行って離陸するところまでなんかも楽しいと思うので、カットするよりは4倍速ぐらいでお送りした方がいいのかなと思ったりします。左からソラシドエアが出てきて、右から JAL ですかね、これが来ました。 JAL は着陸、ソラシドエアはこれから出ていくって感じですかね。大きな空港ならではの光景です。羽田空港は本当に巨大な空港なので、飛び立つまで大変ですよね。鳥取空港なんてあっという間に飛び立つイメージがあるんですけど、ぐるーっと回って、風向きとかね、いろいろと慣性の問題もあるんでしょうけども、こんな感じでひたすら走ってる感じがいたします。シートベルトをもう一度お確かめください。揺れましても飛行の安全には影響ありませんのでご安心ください。根室中標津空港到着時刻はただいまのところ13時55分、午後1時55分を予定しております。皆様、到着までごゆっくりお過ごしください。今回は一旦停止をせずに一気に加速して飛び上がったんですね。なんていうやり方だったのかな。飛行機系のね、チャンネル、 YouTube のチャンネルよく拝見するんですけど、なんかそんなことを触れてたようなところがあったような気がします。今回左側に座席を取って北に向かう便なので、東京とかですね、千葉あたりの、 この離陸していくときに細かい建物だったり高速道路だったり鉄道だったりが見られてね、とっても良かったです。パラッと晴れていれば、おそらく群馬の方の赤城山とかですね、そっちの方も見られたと思います。あと関東平野がいかに平野なのかというのもよく分かったんじゃないかと思うんですけど、今回はこんな感じです。これはこれでね、とってもいいですけどね。下に見えてきた東京ディズニーランドなんですけど、東京に住んでもう20年になりますけど、一度も行ったことがないです。今までね、お付き合いしてくださった彼女とかですね、前の妻とかが一切興味なかったので、非常に助かってるというと語弊があるんですかね。もちろん行こうって言われたら行きましたよ。もちろんですと、そりゃ当たり前ですよ。余談ですけど、下に見えている多分南行徳とかその辺だと思うんですけど、その辺に2年ぐらい住んでましたね。人生の紆余曲折の1ページです。いや、いい景色ですね。これだけでなんか観光飛行機に乗ってる感じがします。今度はね、スカッと晴れた時に乗って関東平野だったりですね、遠くの山々を楽しめたらいいなと思っています。そのためには日頃の行いを良くして徳を積んでおく必要があります。こんな雲の中にあってですね、さすがですね、富士山は見えました。神々しい姿、ちょっとね、飛行機が揺れて変な風になっちゃってますけども、2021年は8回山頂にお世話になりました。来年も頑張って登りますので、よろしくお願いいたします。富士山、
この辺りからしばらく4倍速で失礼いたします。飛行機はさらに高度を上げて、今上に見えている雲の上に出ようとして出ました。こういうね、瞬間かっこいいんですけどね。でもう一つ雲の層があって、もう一個上がります。そうするとね、綺麗な青空が見えてるんですけど、下はねずっと雲でね、何が何やらよくわからないです。どこを飛んでいるかもわかりません。機材のトラブルか何かでディスプレイが使えなかったんじゃないですかね。使えたのかな。なんかいつもね、どこ飛んでいるかのマップを見ながらいろいろとメモしたりしてるんですけど、今回はそういうことができず、しかも眼下雲のまま、このご覧になっている通りなので、どこを飛んでいるかよく分かりませんでした。多分ね、今東北地方の陸の上を飛んでると思うんですけど、全く手がかりもなくて、飛行機に詳しい方ならお分かりだと思うんですけど、私のような素人には全く手が出ませんです。飛行機がねゆっくり右に旋回しているようなんですけど、それでもどこを飛んでるのやらさっぱりわからない状態です。雲が晴れて大地が見えるんですけど、これでもやっぱりわからないですね。こういった時に場所がわかる方法をご存知の方っていらっしゃいましたら教えていただきたいんですけど、ちなみに Wi-Fi はね使えなかったんです。この時車内機内でそういった放送がありました。ここでね海に出るんですよね。太平洋アナの翼の王国の航路図を見ると三陸沖のような気がするんですけど、どうなんでしょうね。向こうに見えてるのって三陸海岸なのかな。何か分かるものがあるかと思ってズームしてみましたけど分かんなかったです。これ雨です。飛行機は少しずつ高度を下げ始めましたね。そろそろ北海道の大地に差し掛かるんじゃないかと思っていたらですね、遥か遠くに日高山脈の山なのかな、ポロシリ岳ですかね、なんか雲から顔出して見えました。大きく右に旋回です。航路図見ると釧路の上空あたりからなんて思いますけど、素人の私には分かりません。でまたね、向こうにちらちらと山が見え始めるんですけども、これ何なんでしょうかね。調べてみたら目あかんだけかと思ったんですけど、よく分かりませんでした。一応目あかんだけって書いてますけど、山好きの私でもこれだけだとなかなか難しいものがあります。ついに北海道の大地が見えました。これが人生で2回目の北海道です。延々と畑が続いていますね。しばらくすると牛さんじゃないか、これ馬ですね。馬がいっぱい草をはんでいる。牛かな、これちょっと分かりませんでした。また何やら巨大な貯木場が見えてきました。これを過ぎると根室中標津空港の敷地に入って滑走路が見え始めてきます。ただいまの空港周辺、天候は曇り。
行機を降りたら荷物をピックアップして日本レンタカーさんで車を借りて屈斜路港の近くの宿に向かいます。メインの野付半島ね、本当はこのまま行きたかったんですけど、ちょっと時間の関係で明日にします。今日は屈斜路港のホテルまで行って、そこからランニングで屈斜路港を目指したいと思っています。今回も動画のご視聴誠にありがとうございました。改めて客室乗務員からアナウンスでご案内するまで、ベルト着用サインが消灯した後もご自身の席にお座りのままお待ちください。屈斜路港までたった片道5キロのランニングなのに、練習不足を大いに思い知ることになりました。デブはダメです。